はい、今してどこにいるかっていうとね、シンガポールにいます。シンガポールのリトルインディアにいるんですけど、インド人街です。で、今からこのリトルインディアにあるこちらリトルインディアのアーケードの中に入っていこうと思ってます。この中に多くの店があって、インド系のお店があるんですけどね、そこにバーチっていうね、有名なデパートがあります。でこの辺りはもう基本的に見ていただいてね、インド系の人ばっかです。今ちょっとこのアーケードの中入ってみます。雨の日でも安心です。おっと、でこれインド系のね、こういうところに ATM もあります。お店もね、個人のお店がいっぱいあるわけですけどね。エントラリータトゥー、はい、あのね、まあ、モールなんで、アーケードなんで一応屋根があるんで雨だと大丈夫ね。でレストランだからインド料理、まあ、こんな感じでインド料理も食べたりできます。でそっち行くとそういった小物が売られてるんですけど、何か買いたいものがあれば買うことができます。これブギスなんか行っても同じようなこういったお店があるわけですけど、こっちはインド系ということでインド系のものが買えたりするわけです。まあブギスの方が大きいですけど、こっちはこっちでね、規模は大きくないけどね、なかなか楽しめる感じです。インド系の人々だったんですけど、ブギス